こんばんはこんばんは土ッーさんこんばんはロロさんも。 こんばんはですあ、やまちゃんもやっほーわーハートもいっぱいありがとうございますはい、はい <laughs> 今日木曜日だよね、知らんかったもう本当に知らんかった <laughs> 本当に知らんかった <laughs> もう曜日感覚がなさすぎてもう全然ダメですねあ、やまちゃん残業してきます頑張ってね行ってらっしゃいファイト はいりんちゃんもこんばんはでーすありがとうございます来てくれて今日はねちょっとちょっと早め配信はいきもう昨日何時配信したか分からんなんか最近さ意外割と毎日さ予定をちゃんと入れとるが入っとるけんさてか入れるようにしとるけんさ結構なんか頭の中ごちちっちゃごちゃど,どの日にどれやったか忘れる。 あ、つよしさんこんばんは初見ですありがとうございます。キオハラディオですよろしくお願いしますよろしくお願いします。エゴイナさんもハートありがとうございます。はい。最近配信早めかも今日は普通にまあなんかひまりちゃんの配信とりあえずまああのとずらせる日だったんで今日は。 ずずらしましたずらしましししまままたたさん、リオンご飯まだかななんか私今日夜ごはん夜ごはんとしてタピオカを買ったんですけどなんか思ったのと違うくて私結構タピオカ甘いのが甘いのが好きなんですよ結構甘めのでもタピオカって基本的に普通の甘さあ甘さ調節できるのが多いんですけど 甘めにしせんくってもあのー、甘ー甘いのねもうもともとがすんごいけどそれを期待してなんか甘さをあんまりこう強強めに設定せんかったというか <laughs> せんかったらあのー、全然甘くなくてなんかなんていうんかな、まあ、全然甘くなかったのもう普通の なんかもう味なくねみたいな感じやってでうーんってなりましたまあでも腹は満たされたのでよしとします <laughs> よしあこことかは甘い確かにこことかはめっちゃ前にすごい久し,しぶりに飲んだんやけど私結構もう本当に甘党やと思うんよ多分自分的にはけどこことかはまあ好きですねゆのじさんハートありがとうございます まやちゃん、あ事務所の隣にタピオカできたってなんか聞いた気がする TP 愛媛の隣にできたって行きましたあのチャチャってとこがおいしいって聞いたんやけどまだね愛媛のタピオカ屋さんはね前々からあるあの,あのまあまあまあ、まま、前々からあるタピキングっていうとこしか行ったことないですねうんそう みりん甘さを控えめにしてちょうどいいぐらい甘さ控えめにしてちょうどいいぐらいでそんとタピオカはうん浩大君今日誕生日で二十歳になりましたおおめでとうございます <laughs> おめでとうございますいい <laughs> 一年にしてくださいみんな誕生日にショールーム来てくれてありがとうあすごい武装さんになっちゃったショールームに来てくれてありがとういい一年にしましょう いみんなもおめでとうって言ってるよ生きとくんタピオカって美味しいんですか美味しいですね私は結構好きかななんか流行ってるから飲んでるっていうよりも普通になんかすごい美味しいなって思ってますとっても <laughs> 個人的にもう本当に美味しいなって思いますね <laughs> 本当に美味しいなって思います じゃあの明日六本木アイドルフェスティバルもあるんやけどえっと筋肉食堂の方の一日店長も今日明日は清原が務めますちょっと最近筋肉足りてないなって思ってるとこだったので私としてもねすごいちょうどよかったですはい、<laughs> いいし今日はたこ焼き食べたえー、い,いなー私ねあのー、今週末かん関西というか大阪行った時に たこ焼き食べたいたたこ焼き食べたいなって思ってます思ってるけどさあどうでしょう <laughs> 大阪行く時はもう必ずもうたこ焼きを食べるって意気込んで出発しますねうん行けますようにって願って明日みんな来てくれる筋肉食堂来てくれるというかまあこれんとか もうやってないですよもうく <laughs> る,るしかダメですけどくる以外やってないですけどポリリさん熱々でも食べれる熱々は無理私本当にすっごい短期なんでもう昔から熱い食べ物を食べたらもうすっごい切れますすっごい切れるもう本当にすごい 今はね、だいぶねもう落ち着いてきましたけどもう中身が昔はもう本当にすごかったたこ焼きみたいなああいう熱いのを食べて口の中が熱いのでいっぱいになってあの逃げれん感じがもう本当に嫌いでムカついちゃって「熱っつもうんなんこれ!」って言ってました <laughs> でも <laughs> 最近は 最近はまあ暑いけどもうなんかなんやろうねまあ暑いぐらいですね今は暑 <laughs> いぐらいですけどもう昔は暑いもうこれもうマジで最悪もうほんとないもうこんなんほんとにありえんわってもうすごいもう,もうそういう感じもうそうやって言うけんもうすんごいんよたこ焼きとか カレーとか <laughs> ちょっとすっごい身内な身内な話というかなんかあんまみん,みんなからしたらからん話なんですけどあの愛媛のえっ、ー、と銀天街やっけ大街道道になるんかな一応ギリギリにオルガンっていうさあのお店あるんね。 なんかそういう系の食べ物がある結構前になんかよく話してたと思うんですけどそこが美味しいんやけどすっごい熱々なんよ <laughs> あの <laughs> いやわからん分からん,からんなんか私的にすっごい熱々やってあのもちろんねそんな大声で切れてないですけど心の中でちょっとさーってなった覚えがありますいや美味しい美味しいんやけどもう本当 い,やいいことなんよ。いいことなんですけど、もう本当に暑くて、すっごい暑いのよ。えけもう一回目は分からんやん。ええけどもう何回か行って分かりましたね。もうけ結構時間置いて、あ、もう、えけご飯が来たら、とりあえず写真撮って、で、とりあえず待って、で、また、また、あのー、もうちょい冷めてから食べる。もう分かっとるけん、もう分かっとる。猫舌なの猫舌よ猫舌。 猫うん,、ね、うんいや猫、ね、手もかもしれん猫、ね、手もうん猫舌猫手ですねうんそうですね多分分かんないなんかさもっと重度な人おると思うんやけど私もまあ普通に猫舌の普通の猫手かなって思いますねうんなんかあの猫、ね、手も猫猫、ねね、手猫、ね、手 え、猫手って言わないのえ嘘え、嘘,え嘘ちょっと待ってえ、猫手って言わないの嘘でしょえんえ、熱いの触れないの猫手って言いませんえあれえ、嘘 愛媛だけちゃえ、え、逆に愛愛媛愛媛の人怒られちゃうよねでも愛媛でもやってねえよそんなのって思われるかもええ、え,えでもでもでも全然話す全然話すんやけど清原家で猫手って言うと思うんやけどあれあえあれえちょっと待ってほんとにあれおかしいなえ おうち限定ワードきたえれえ、嘘ほんとにえー、ショックえ私猫手普通に言う私猫手猫舌なんですよとか言うんやけどえウ、ー、嘘ちょっと家族に聞いてみるあれ言ってたよな私普通にん <laughs> ググったら出てきたほんと あじゃあ、じゃあ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 、じゃあ、ある、ある、ある言葉、じゃあ。<laughs> え嘘私マジで普通に言ってた。私、猫手、猫手は、まあ本当にもうそのままの意味です。熱いもの持てないっていう意味で。<laughs> え、あれちょっとみんなじゃあ使ってみてください、これから。え、おかしいな。 えそうなのまあいっかいいよね伝わるよねうん猫手です私猫手やけど猫舌の方が強いかも秋太郎さんこんばんはありがとう来てくれてんちゃん聞いたことないけど可愛い,いからえ可 <laughs> い,いいよね確かに可愛い,いかも普通に言ってたけど使って私猫手なんですよってえでも確かにおかしいかもそんなん言いだしたら猫舌も うん、おかしい気がするけどえー、そうなんやそうなんかまあいっか最近私猫手やけんさあの熱いもの持つのもあんまり好きじゃないですねうんなんかあの何何やったレンジしてでチンしてさ 出てきたやつがめっちゃ暑かったらもうあーやばいパばばってなりましたねもうすっごい暑かったらうんそう私猫手なんですよって不思議ちゃんっぽいえーそうなんかなもうほんとにめっちゃ普通すぎて自分の中でえそっかそうなのかそうなんだねいやこういうのあるよなやっぱおうち限定ワードってやっぱあると思うわ ね、でもう暑い時すっごいことになります本当にはいなのでやっぱそうだよなそう猫,猫舌なんですだから暑いのを食べる時は気つけますねそこはあんまりでも最近そのなんか舌がもうやけどするほどの暑い出会い暑い出会い暑 <laughs> い食べ物は口に含んでないですね うんなんだっけなな何だろうお母さんのご飯とかでもね何でやけどするかなお母さんのご飯でもたまにしやけどしますねカレーとか、うん、コンビニ弁当温めすぎた時大変じゃあでもコンビニ弁当はぶっちゃけさだってあのあれなんだよな コンビニでチンしてもらうやんでホテルまでまあそんな10分はかからんけどまあ言うてちょっと歩くけんさその間に程よく冷め,冷めるというか程よいあったかさになっとることが多いかもしれんでもなんか触ってわかるやんなんとなく「これ暑いな多分まだ」みたいな感じで自分で感じ取ったらあのまだ置いとくかな食べんで置いとくけどうんでもなんか最近なんかね昔よりねあの温める食べ物変わんなったんですよ そうでもやっぱかかいやつ美味しいい、ね、<laughs> いややつつ美美味味ししよよねねおにぎりとかさサラダとかさサラダチキンとかゆで卵とかって温めないじゃないですかだからなんかそういうなんか暑い機会がなくなってきたあそっか夏や今夏やけんか <laughs> 夏やけんかな夏やけんさ多分なんかそういうのが。 もう本当さ、夏になってきてさあのー、あれですねセミの鳴き声がしてました今日あ東京でもセミの鳴き声するんやと思ってなんかああいうのってすごい田舎のイメージなんよね私夕し、冷やし中華私冷やし中華始めないんですよあのばあちゃんちとか書いた時も結構さちゃんぽんあちゃんぽんは食べんか冷やし中華かとかなんか結構夏になったらみんな食べるんやけど ああ日目配信ありがとうございますイェイポッキーそうあるんやけどなんか私だけ別メニューにしてもらってるばあちゃんちとかで冷やし中華ってなった時も私冷やし中華があんまり好きじゃなくってそうめんも食べれるけどあんまり好きやなくってえけど私だけそぼろご飯とかがにしてもらったりとかしますうん。 え,都会の隅うるさいえそうなんや知らんかったそうなんなんか私結構さなんか勘違いしてること多いかもしれん都会だってあれなんよねなやったっけなな何やったっけな,な,っっけなんかあんなんだっけ 温野菜、温野菜ってお店あるじゃないですか。温野菜、なんかメンバーでご飯食べ行こうってなった時に、あ、温野菜あんじゃんとか、温野菜行こうとか言いように聞いて、え、東京って温野菜あるんやと思って、なんかもう、なんでか温野菜愛媛にしかないと思っとって、なんか温野菜だけじゃなくて結構なんか愛媛にしかないって思っとったお店が多い。何があるかなあ、逆にジョイフルとかは、なんか、その東京で全然ないって知ってびっくりした。 ジョイフルどこにでもあると思う思っとって <laughs> お野菜あるお野菜あるって思わってなかったあと何やろななんか結構多いかもいやほんとになんか世界が狭かったんやなって思ったなんかその <laughs> 愛媛をおる時はどの店が愛媛だけにしかない店で。 でどれがそのどこにでも東京でもあるお店なんかって分からんやんか外に出てみんと分からん世界が結構ありましたはいそうなんですよだから愛媛あカエルの合唱わかるもうこの前お父さんとさ散歩しよったんあお父さんと散歩しよったというかお父さんと一緒にチョコプリンの散歩しよったんよでチョコプリンの散歩しよったらもうカエルが結構結構結構うるさくってもうごめんなさいダメです ダメいや本当にダメだわでもすっごいもう大合唱やったもう音程とか知らんけどもうすんごい大合唱でしたもう何匹おるんやろって感じ何匹おるんもうやだこの話やめましょうかねはいこの話やめましょうなんか最近私なんかツイッターのタイムラインにめっちゃ鳥が流れてくるんですよなんでか分からんけど私鳥もけ こうダメで。あ、ダメダメ。本当にダメだ。ごめんなさい。この話もやめましょう。この話もやめましょう。はい。武田くん、ハートありがとうございます。でもダメ。あ、わかる。秘密の県民賞とか見ると確かにいろんなこと知れる。ご飯とかでもさ、あ、そういうのがあるんだみたいな、あるよね。うん。ダメなのもう考えるのやめよう。マジ、マジでやめよう。 明日筋肉食堂楽しみなんか私なんかみんなにさこれ言って伝えるかわからんわからんないけどさなんかあの何て言うんかなライブとかももちろん好きなんですけど結構さその一日店長とかあとなんかあの物販とかのさで「ありがとう」ってやるやつとか <laughs> うん何て言うんかななんかそういうのが好きで結構な何て言ったらいいんやろ いやライブ好きなんですけどもちろん何ちゅうんかななんかああいうなんかファンの人たちと近い距離でさ「バイバイ」って手振ったりするのってさ、まあ、当然のことやんかで当然のことをするまでなんやけどこっちからしたらやけどあのファンの方すごい喜んでくれるやん手振っただけですごい飛び上がってくれたりとかなんかそれがすごい嬉しくてはその反動でもっともっとってしたくなるじゃないですか。 なるやんてか私多分もともとさなんかそか TP 愛媛のイベントとかまあ出てたんですけど昔今も出たい気持ちは悪いんけどねなんかそ,そこってね結構やっぱ距離が近かったからでもでも楽しかったんですよそれをそれもうんそうだからなんかあの何て言うんやろうそう結構筋肉食堂の一日テンションテンション一 <laughs> 日店長みたいなのが好きですねうん っててかまだ言ってないけどやってててみたいなって思っ思ます、うん、やっぱあると思うよねメンバーの中でもあれが楽しいこれが楽しいってなんかまあ全部楽しいんやけどこのイベントが特に好きですねみたいなのがレイヴィオン張り切ってやってそういやそうなんよ結構張り切っちゃうんですよね私そういうのにそういうのをと割と割かしうん <laughs> 一日テンション頑張ります一日テンション そう。一日店長。もし飲食店でバイトするならどういうのがいいえー、何やろうね。えー、飲食店でバイトするやったらどういうのがいいって。うん、でも私、なんか、あの、お、お、何 <laughs> て言うっけ。えっ、ー、と、あのー、あ、オレンジジュース一本入りましたみたいな、絶対有えん 言わんかこんなん <laughs> なんか遊園券誘うのなんやろ何やったらできるんやろなって感じ逆にえ何名様ですか?」もう言えんかもしれんわからんもうもうダメやこんなんこんなんじゃ社会に出れんこんなんじゃ社会に出れんななんかバイト始めたての頃は失敗するのを恐れて逆になんかビビりすぎて何もかも失敗しそう自分すごいビビりなんでやっぱ始まりの この入りたてすごいビビってそうですね、うん、えなんかもうバイトと疎遠すぎてなんかどういうのやってみたいって聞かれた時に分からんわうんんやろうねなんなんやろうまあでも社会経験としてやっぱやってみたいあてかもう明日バイトやなもう明日バイトやと思ってやろう筋 <laughs> 肉食堂 <laughs> ガチすぎ カリタン、こんばんはー、ありがとうございます、来てくれて。あ、ちなったんもこんばんは、ありがとう、来てくれて。そう。今日のね、ショールームでね、質問コーナーとかやろうかなと思ってたんやけど、質問募集するの忘れとったというか、ああ、でも急にやってバレやなーと思って。だからん、インスタでやるかもしれん、また。暇人なんで。暇人なんでやるかもしれん。DM とかがね、回線権ね、そう。 私ねでも DM ね見るんやけど他のメンバーよりは見る頻度がさあれかもしれない短,短い少ないかもしれないもしかしたらうん「でう弁当屋合いそうえ嬉しいそれ私なんかすっごい田舎の弁当屋さんやりたいもうめちゃめちゃ田舎のもうチェーン店とかじゃないもうホットモットとかやなくって実際あるんですよばあちゃんちんとことか」 なんかそういうなんかあんまり知られてないようなでもめっちゃ美いしいみたいなそういう弁当屋さんでおおじいちゃんまあわからん今の若者たちとお仕事やった方がね社会勉強にはなるんかもしれんけどじいちゃんばあちゃん優しいじいちゃんばあちゃんたちとそういうすごいあのめちゃめちゃ田舎にある弁当屋さんやりたい、うん、めっちゃやりたいそういうの。 できたらいいなって思ってます <laughs> どのくらいのペースで見てるえー,ー多くて三日に一回とかかなあ全然見てる方かなこれどうだろうわかんないどうなんだろうちなったん今日の服めちゃめちゃ可愛いこれみんな着るたびに言ってくれるねなんか今日なんか自分でさ着てみてさなんか面白く感じてしまった着工師みたいなさ着工師っていう気これ なん,なんていうんこれなんていうっけこれ <laughs> な,なんかさねすごいよねこのここだけ見るとねなんかでも嬉しいですねはいえもっと見た方がいいかでも3日に1回えそうやね3日に1回だとまあまあ来とるかなでも3日に1回でザーって見る方がちょうどいいかなって感じしますねうん分からんけど。 うんどうなんやろ毎日私毎日はみんかなエゴサもね私ショールームしおらんかったらマジでエゴサ,サもうせんかもしれんなんかショールームを毎日しおるけん2日に1回か1日1回ぐらいはエゴサしてチェックするんやけどショールームせんしてなかったらエゴサあんませんかもな前ほどなんかあんまり。 あんんまりせんだったね、うん、それは何でかは分からんけど何でかは分からんけどえ全部見たいけど全部見れとんか分からん DM でも全部見,れ見るようにはしてますようんそうエビアンタンさんツイッターのリプはツイッターのリプは全部読んでますねツイッターのリプは早い人とかすごいなって思うもん私がツイートして秒で来る人とかすごいなって思う でも全部見てるかなな結構なんかツイートはやっぱさ私結構考えて打つんですよ。何回も何回も考えて打ち直す時もあればまあ、パッて打つ時もあるけどだから考えて打つと反応がやっぱその分どんなん来てるか気になるけんツイッターのリップは結構何回もチェックしちゃうタイプですね。うん、投稿してすぐも見るしちょっと経ってその日の寝る前にもちゃんと見るし。もう も結構見ますはいコーンさんも「こんばんはーありがとうございます」来てくれてーそうだからーあの通、ー、知と通知取ってるから仕事中でもすぐ見ちゃういいんだよいいんだよそんな <laughs> で,でも見れるんだねあれよね仕事中にショールームとかも結構来れるもんねみんなこううまーくやってくれとんかなねっ あグラサンさん,さんグラサンさん,さんグラサンこんばんはありがとう来てくれて他のメンバーのリプとか見たりする他のメンバーえっと他のメンバーのツイートに来てるリプってかなあー見ないですね全然見ない見たことないかもうんえ全然見たことない多分分からんけどそこまではまめにしてないかなうんそう こうみんなうまーくうまーくこそこそ <laughs> 小平さんそうやね無音じゃないとさすがにやばいもんね無音なんかさ私さ今日さ星集め久しぶりにしよったんやけどひまりちゃんのあれで星集めしよったらやっぱさあれやねこうルームによって声の音量全然違うね私ってどんぐらいなんやろって思ったみ見て。 普通ぐらいなんかな私結構普通ぐらいって言われた気がするんですけど、この前の。この前聞いたときは。まあ、そのまま D オのツイートは一日の楽しみありがとう。いや、なんかツイートしすぎかなとか思う日とかもあるんですけど、割としたいときに結構バリバリやっちゃうタイプですね、私。うん。ですね。りおちゃんすごいちょうどいい。あ、そうなんや。住みよいですか聞きよいですか <laughs> もし、もし、リオの子供がアイドルになりたいって言ってきたらどう答えるああ、なんかそういうのきあの、質問にきて来てたことあるかも。<laughs> なんかでも、リアルに言うと、本当に覚悟決めとんかって言うかな <laughs> 本当に覚悟はええかって聞くと思う。あの、いいよ。やっても、 いいよ、やってもいいけど、覚悟あるかって聞くと思うな、うん。<laughs> そういうことです <laughs>。でも、本当にそう、本当にそう。やっぱね。こう、大事な子供って考えたらね。なんか。簡単には。入れられないかなって感じします。うん。<laughs> そう。偉大なままです。偉大なまま。 まあ、想像つかないですけどね。想像つかないですけど。うん。あたまりん、こんばんは。ありがとうございます。来てくれて。うん。<laughs> いや、さすが現役アイドルは違うっしょ。まあ、自分の経験を得て言えるなら、これかなみたいな。<laughs> そう。でも、どうなんだろうね。でも、まあ、そうだな。なんか、やってみないと得られない、なんか、あのー、 経験とかもあると思うので、得られないものとかもあると思うので、そう考えるといいかなって思う。つナさん、わしみたいになるでええんか分ける <laughs>。そう、わしみたいになってもええんかって言ってね。ええー、で。わしは、わしはわしみたいになってもええって。えもうな、なんて言うかお分からんなった。 でも自分の子供もわしって言うんやろな。ね。だって私お母さんがわしって言うけんわしっていいよやん。な。みりりん、何かやってほしいことあるええーね、んやろね。うーん。まあ、なんか一生懸命生きてくれたらそれでいいんじゃないんかな。わからんけど。<laughs> なんかまだそういう年じゃないけんさ。考えたことないけど。一生懸命生きる子になってくれたらいいです。<laughs> 一生懸命生きて、 心優しくて、人、思いな人になれば、もう、って、しますね。うん、ようやったーって <laughs>、なります。はい。けいすけさん、ミニーちゃん、こんばんはー。ありがとうございます。来てくれて。ね、そういうのは、まあでも考えたことないかな。まあ、十、もうでも十八歳ですけどね、言っても。もう七時半なんだ。 あのね、ひまりちゃんの配信がえっとねあとあと今日もう最終枠で9時からあります次なのでぜひ行ってください私もねさっきの枠私の配信前にやりよった枠でお星まを投げましたなんか星集めをする時にさいろんなルームに入るやんかでみんなイベント皆さんイベント中とかガチイベントしよるとこやって。 あのすごいね。あの、なんかなんて言ったね。昔を、昔を思い出しました、自分の。もうめっちゃショールームをやってた頃を思い出しましたね。うん。ツナーさん、そう。からのもっとへの流れです。もっとへゴー。もっとへゴーです。だから。 まだ行けてないから最後は行こう。え、最後行ってあげて。あの、最終枠は本当に大事です、皆さん。まあ、知ってると思いますけど <laughs>。最終枠で。詰めて、詰めて、詰めといて、で、安心して、朝を迎えたいけんね。うん。ですからね。そう。リオン結婚早そう。えー なんか私昔、昔というか結構前に言われようって気がするけど最近全然そんなこと言われない。てかもう、もう一生無理そうって言われるかも。どっちかというと逆にね。ん逆に。星集めで面白いことか気になること書いたえぇ、ー、なんかすごい真面目に見ちゃってて全然なんかそういう目で見れてなかったや。この懐かしいなこの感じ私もやってたんだよなって感じで見ちゃってた、完全に。 <laughs> 完全にそういう感じで見ちゃってましたけどいやなんかもうガチイベ中ってねほんとにねか行き詰まる時はほんとに行き詰まるけんさ大変だろうなーと思ってうん大変だろうなーって思いましたはい <laughs> そう一生無理そうって <laughs> 言われたことあります一生無理そうというかなんて言うんだろう一生無理で無理っしょみたいな感じ 一生無理しち、うん、そういやリオンと釣り合う人は全然いると思うし逆にそんなんて言ったらいいんだろうもう私がもうあのクリンなんで全然あの大丈夫だとは思うんですけどうんそうなんですよプチア,アスさん初めましてありがとうございます来てくれてラスターアイドルの清原リオです どうも <laughs> どうもよろしくお願いしますお願いしますあディカプリオさんみたいな人がいたらいいですね <laughs> ここだけ聞いたらさすごいあの本当のね本当のディカプリオさんをめっちゃめちゃに愛しとる女の子みたいになりますけどあのお父さんのことですあでこれ言っても誤解が生まれるねお父さんディカプリオってなるねもうこれは ほっといてよですねはい <laughs> 自己紹介の内容が <laughs> 最近名前しか言ってないですねうんご両親は彼氏連れてきたらどんな反応するのかなえっ、ー、あでもなんかなんて言うんかなお父さんはあのあれですねそういうタイプじゃないって言ってたなんか「なんかお前にはやらん」みたいな感じではないって言ってたまあそうだろうなって感じなんですけど <laughs> お父さんはもう普通に何て言うんかなちゃんとした人やったら全然オッケーだと思いますね <laughs> ちゃんと話すとは思うけどねちゃんと話したと思うけどなんかそういうなんか大事にはしてくれたんやけどなんかそういうとこは別に厳しくなくって昔っから清原家はなんかあんまり制限なかった安全安全のための制限はありましたよ結構そのね 安全に生きるための制限はあったけど、あの、自由に生きれる最大限のことは、OK してくれてましたね。全然お友達と遊びにも行きよったし、結構自由に生きてたなーって感じ。それでこうなりました。こうなりましたって感じです。あ、1000人ですね。ありがとうございます。45分まで。 45分までやります。45分までやります。はーい。たまに、門前門門も門も門げとかはね、なかったかな。門限なんか、なんて言ったらいいんやろ。門限なくても、私、夜まで外に出るのが怖かったけん、普通に帰ってきてました、余裕で。てか、友達と別に、あんまりね、めちゃめちゃ遠いとこに行くことがなかったかな。 愛媛ってそんなにそんなに遊ぶとこないけんさ言ってもまああるけど東京ほどわんさかわんさかあるわけじゃないけん結構近場で遊んでもう夕方には自分から帰ってきてましたねだからあの夜外夜の外が怖くって結構まあ怖いやん普通に普通に怖いけんもう全然あのあれでしたねもう自分から 自分からお家っって帰って帰ました <laughs> エミフルそうエミフルでもほんとにエミフルがもうあれあのもう最大限最大限で <laughs> こっちからしたらねエミフルがスペシャルって感じでしたねもうこっちからしたら <laughs> 私がもう小中ぐらいの頃はもうエミフルが超スペシャルでで普段はもうちょいちっちゃいショッピングモールとかに行ってた気がする。 だからエミフルン行ける時はうわっほいって感じだったと思いますね多分小学校の時小学校かなあれ中学校なのか何なんだろうあと町とかね大街道銀天街辺りとかもうそこしかないよねでもお洋服買いに行くにも今もそこしかないんではいそうなんですよたけるくんハートをありがとうございます 小枠、ね、の服とかそういうのもちか意味降るしか私買う時が買うとこがないけん、まあ、そこで見つからんくてたまーにね東京でいやでもほぼないかほぼ愛媛で買った服かな全部愛媛で買った服やと思いますうん今日今日おめかししてるのかな全然普通なんですけどこれ割と <laughs> あれですかねなんかリボンついてたらすごい かかしこまって見えるのかな今日めっちゃ適当かもわしからしたらうんもう適当ぶ適当みたいななんか私結構ねメイクが好きだったんですけど今も好きなんですけどなんかね前ほど関心薄れたかもしれんうんあの入院中にメイクしす まあ、メイクなんかしてる場合じゃないじゃないですか入院中に <laughs> <あの笑>そう。だからさなんかそんなね移動する時に「あーちょっと待ってくださいちょっとあのクマだけ隠します」とかできないんでもうなんかその入院中のたった1週間というか、まあ、1週間でメイクしない習慣がもうついて完全にその間もずっとすっぴんでおったけんその習慣がついてでなんか。 それからまたメイクにもたまに目覚めたんですけどやっぱ前ほど薄れた気がしてなんかねそうお肌にはやっぱいいのかなと思ってメイクしてないのってまあアイドルしよりけんメイクせないいかんけどなんかそういう日以外すごい適当にするようになりましたねうんメイクの素晴らしさは知ってるんですけどなんか前ほど決め込まなくなったというかうん 今はねちょっとちゃんとまあ、ショールームやけんちゃんとしようと思ってやってるんですけどでも別になんか最大限を披露,披,露でき披露できてるかっていうとそうじゃなくてか1回しなくなるとねなんかもういいかなってなってきたりするでも私多分顔が薄い気がするけんなんとなくメイクした方が映えるのは分かっとんやけどうん分かっとるけどそう。 なくなっっちゃったねなんなんやろうねうんういやでもねすっぴんは嫌なんやけどねすっぴんで外出れるようになりたいです今,今はね結構なんかその気持ちの方が強いかもしれんうん薄い方が好きやっぱそうよね私が男の子やってもやっぱ薄い薄いメイクというかまあナチュラルメイクが可愛いいなーって思いますうん りゅうちゃんの横顔がすごい綺麗やなって、夜ライン的に見てました。本当に本当にあ、本当。なんか横顔をね、褒めていただけるってね、めっちゃ嬉しいことよ。なんか横顔ってさ、なんていうんかな、どうにもできんやん。こう、ごまかせんというか。いや、正面もごまかせんか。正面はさ、なんか、こんなせんけど <laughs>、なんかなんて言ったらいいんこう、ね、ちょっと、ピタってこう。 できるじゃないですか横顔ってなんていうんかななんかこうまあごまかせんやんごまかせんけんもう,もうほんありのままのもう横顔しかできんけんさそうなんかうれしいなって思いますこうありのままをこうありがとうございますって <laughs> 健康に目覚めたけんメイクの興味を薄えてきたんじゃないかなああそういうこと ななんかこう肌なんかか肌塗るのも嫌ですみたたいななってきたんかなすごいな私マジでいやでも昔よりはあるかもしれんなんか結構まだショールームがあるけんなかなかできんけどショールームない時というかショールーム終わったら秒でメイクを落とすようになりました最近なんかなんか本当に昔結構メイクもうマジでダメって分かってるんですけどメイクを 落とさず寝ちゃったりとか割とやってたんですけど今マジでやんないですねあぴえかズさんハートありがとうございますでも本当にメイク落とさず寝るってあのもうっ臭い雑巾をあの顔に乗せて寝てるのと一緒らしいんですよ知らんけどね知らんけどね本当かわからんけどそうなんやってえげんもうそれ聞いてマジでゾワっとして自分でも嫌やなって思ってもう絶対に落とすようにしてますでも確かにそうよね お肌にいいものを使ってたとしてもね。やっぱなんかついてるっていう <laughs>。くっさい雑巾 <laughs>。そう。そうやと思ったらでも落としたくなるよね。ラキさん、はじめまして。ありがとうございます。来てくれて。リオンでーす。リオンって呼んでくださーい。ピーカズさんもこんばんは。ありがとう。そう。まあ、本当じゃなくても、まあ、まあ、確かにヤバいんやろなって思う。やーばい,いんやろなって思います。うん。 そうだから <laughs> ちっちゃい通達なそうくっさい雑巾をもうのせとるような感じらしいって思ったら嫌んならめっちゃえけん私結構ほんとにすぐにこう落とすようになりましたねうんでも家におったらもう面倒くさいけんその落とすのが結構家におる時はシートで落としますねホテルにおる時はもう普通にお風呂に入る前に もう落とすクレンジングのなんか普通にちゃんとしたやつで落とすんですけど家ではもう私本当に本当にズボラっていうんかな干物っていうんかなな人間なんで家へおる時は寝転がった状態でお母さんにそこの鏡とあの化粧落としのシート取ってって言って貸してもらって寝転がったまんま鏡こうやって持ってこうやって落として。 で、ゴミ箱ポンって投げて捨ててって感じです <laughs> ほ。ほん、とにそうなの。ほっとすっごいのよ、私。だから、もう家おるときやばいんよね。ホテル、ホテルおるときは割とすぐ風呂入るし、ちゃんとしとんやけど、寝、ね、寝るのは遅いけど、まあちゃんとや、しとんね。ええけど、もう家おるときは、 そうやね、ご飯食べてであ、というかメイク落としてでスマホいじってでお風呂入らずに YouTube とか LINE 漫画とか見な,見,ず見ながら寝落ちしちゃったりとかで次の日お風呂入ったりとか結構あるかもしんないもうやだーこんなの言いたくないんですけどそう。 とかあります正直 <laughs> お風呂入んなきゃいけないの分かってるんですけど結構お風呂入る前に寝落ちしちゃって夜中目覚めてみたいなのとか割とありますうんもうお家はもうそんぐらい気抜けてるでも自分自身は結構絶好調ですねご飯も美味しいもの食べおるし絶好調って感じですうん <laughs> まあそんなもんよねそんなもんよね あ,あと1分やったちょうどそんなもんですはいでも今はホテル習慣なんでまあ割とちゃんとしてるかなこのあとメイクも落とすしメイク落としたらお風呂入ってで出たら足のマッサージとかもしてで明日の準備してってやってますねうんそんな感じですが、はい、今日はちゃんとやりますなので あの明日はちゃんとした清原さんなんで明日ね明日久しぶりに言うあのなんか緊張するな久しぶりに感じてしまう筋肉食堂のねあれ時間帯がちょっと分からんなえっ、ー、とでも昼前よね多分お昼ごろよね筋肉食堂の一日店長を明日務めますのでぜひぜひみんなで筋肉つけれたらなって思ってますのであの肉体肉体計画頑張りましょうで 六本木アイドルフェスティバルの方は結構もう夕方ぐらいやったかなと思います。夕方ぐらいやったと思うんですけど。まあ一日ね、盛りだくさんだと思うので明日来れる方、楽しみにしててくださーい。楽しみにしてます。はい。お、ゆるとくん、明日初めておーじゃあ明日可愛くしていきます。ってか、いつでも可愛くしていきますね、頑張って。じゃあありがとうございました。終わりまーす。終わるわよ。終わるわよ。 あひまりちゃんの配信絶対行って9時から最終枠夜の9時から最終枠です行った人は明日さらに筋肉つきますはいありがとうございましたバイバーイ